いよいよラストトリックの紹介だ。バックサイド180 to スイッチテールマニュアル to キャブ360。フロントサイドターンを生かしてクイックな180を。上半身の動きは止めずにマニュアルでボードの回転を抑える。体に溜め込んでいたパワーを解放するように踏み切ろう。最後のキャブ360は下半身主導でボードを合わせる。最後にもう一度一連の流れをプレイバック。今回のグラウンドトリックはここまで。いよいよ次回は最終回、熱々ホットな4つのトリックを紹介するので、乞うご期待。